また贈り物ですか。届いてます。じゃじゃん。大丈夫これ大丈夫か。当時匂いがタバコジュッとやったあれ全然匂いと同じ。なるほどね。 Make me feel like this。 はい、ニュータントヤムのおーちゃんです。こっち来たからね。マサです。アサキです。はい、ということでまた贈り物ですか。届いてます。嬉しい。いや、ドン。ありがとうございます。手紙読みますよ。おーちゃん、マサ、アサヒ、毎日送ってくれてるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近バタバタで遅くなっちまった。今更感あるけど、リクエストがあるらしいんですね。これを使ってやってくださいっていうリクエストがあります。はい。ちょっと言うとね、絶対丈短いからスパッツとか履いてね。パンチラでもいいけど、笑。なんですか。あと、おーちゃんにプロテイン。マサとアサヒに。あ、違う、これ全部読んじゃうと。うん。全部バレちゃうわ。なるほど。マサとアサヒ、おーちゃん、トラジオにも。おお、すごっ。3人は弟みたいでさ、ほっとけないのよね。生活も3個下の弟のスーパーブラコンなの。あ、そうなんだ。ちゃんと食べてるかな、寝てるかな、無理してないかなって。ジジイのおせっかいだけど。優しい、ね。いつもそんな風に思ってるよ。いいこと大変なことたくさんあると思うけど、焦らず、3人らしく楽しく頑張れ。いつもこれからも応援してるよ。いつも字が汚くてごめん。ありがたい。ありがとうございます。おんちゃんにプロテインでまた言っちゃった。言っちゃうの？もう出すよ、とりあえず。じゃじゃん。大丈夫これ。大丈夫か。当時じゃないでしょ。私いいじゃん。やばすぎ。いいじゃん、いいじゃん。これでさ、ちょっとごめんなさいね、頭今。一日も仕事だから。ピンクだから。ぴったりじゃん。似合うね。髪型と、これは何する？いや、そう、あとね。なんかの衣装。今、日本ハム。日ハム？そう。はいはい。日ハムの、キツネのキャラクターがダンスするのが流行ってんだよね。これをつけて、これを着て、それを踊ってほしいんだって。踊って TikTok とかさ、YouTube のショートに出したらいいんじゃない？バカだろ。すごいね。それでわざわざこれを。買って。買って。でも、3人1着なので。なるほど。うん。サイズ大丈夫そう？でもそれさ、サイリーサイズでしょ。そう、女性の L。ああ。私は多分。いや、無理だよ。え？そうかな。はい。で、次ですね。お？ダダン。マジ優しくない？ね。クッキーがあります。すごい、ちゃんと密閉してる。なんか、健康にいい。素材が良さそう。結構トラジーにあげるものもさ、こだわってたよね。私はこだわります。ほんと体にあるもの。トラジーも幸せだな。ね。そのうち活躍してもらおう。はい、じゃじゃん。マサとアサヒですね。ババン。うお、嬉しい。めっちゃ嬉しいわ。ドリップコーヒー最高最高。行きつけのカフェで浅草にあるリバイバルハウスってところのオリジナル。へえ、やばい。めっちゃ嬉しいね。でもこれは友達のパン屋さんルリパンってところで作ってるぞ。へえ、お、めっちゃ嬉しいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、ほんとコーヒー好きだもんね。マジで嬉しい。楽しみ。じゃあ私が最後。すごっ。いや、嬉しいな。ミックスジュース風味。いや、ほんとにね、お金がなくて、プロテイン買えてないんです。ずっと私飲み続けてたんですけど。初めて飲む？初めて飲む。うわ、めっちゃうまい飲み方。すごっ。すごくない？おすすめの飲み方とかじゃないんだよね。めっちゃうまい飲み方。なんでかって言ったら、多分これ大阪の喫茶店のミックスジュース風味やから、すごい。面白い。なるほどね。多分これこの人なんだよ。多分コアラ、コアラしてるのかな。この人なんじゃない？本当に鍛えてる人が多分プロデュースしてって出してるから、この人が大阪の方なんじゃない？はあ。だから SNS まで書いてるもん。なるほど、ね。これの YouTube も出してる。じゃあさ、みんなさ、それぞれいただこうか。せーので上げてもらっていい？せーの。ということで。熱くて飲めないよ。コーヒーと。クイル。クイルでしょ。ドラジも。一緒に。よし。なんか多分、普段食べたことないからさ、洋風がなってんじゃない？バリバリ食べてるじゃん。じゃあ私たちもいただこうかしら。いただきまーす。でもすごいに、あ、匂いする。ミックスジュースの。まあ、実はね、連絡いただいてて、甘くて飲めないけどな。私的にはめっちゃ濃くしてるけど、全然もっと甘くていける。コーヒーうまい。出てる時から匂いが良かった。どうです？
話してる。あ、うまいうまい。全くダメなの。全く全く。あ、そうなの。匂いは、タバコジュってやった後ね、あの水の匂いと同じって感じで。なるほどね。うん。え、違う？確かにそうです。だとしたら、いけると。臭いのかもしれない。匂いが。ああ、きついのかもしれない。ああ、うまいね。マジで美味しい。どう美味しいの？見やすい。めちゃめちゃ。なんか酸味とかさあるじゃん。ズボンの酸味が強いとか。そう、酸味が少ない。なんで江ノ島にもさ、うん、その生でこう売ってて、でそこでどういう風に引いてくれるの。はいはいはい。で売るんだけど、すごい世界から集めてるなんか。はいはいはい。だから酸味甘みとかで一番甘いのください。でちょっとしたパッケージ何百グラムとかだから、うん、甘いやつ一番買ったの。全然甘いとかの話は分かんない。確かに。もう今甘いは別に甘くないじゃんと思って。もう食べちゃったじゃん。お、すごいじゃん。でもいっぱい食べたらダメだよ。綺麗に食べたね。よかったね。ちょっと待って。じゃあ、え、どう？早いやん。飲んだほうがさ。すごいじゃん。ああ！いやー、ありがたい。マジで、マジでプロテインか。お金買えなかったのよ。それぞれ好きなものとパックしてくださっていいですね。大きい好きだけは酸味があるのはちょっと。一時カッコつけてめっちゃ酸味強いのめっちゃ好きだ。ダサすぎ。カッコつけてそれでしょ。全然酸味強いの好きじゃねえわ俺と。全然違うもんね。全然違う。これいいよ。ありがたいですね。ありがたいです。本当にありがとうございます。だから来月も楽しみだわ。ね。好き。いや何が届くのかすごい楽しみ。可愛がっていただいて。はい。美味しかったですね。うん。ありがとうございます。それは何？これ着て、業務スープは買わなきゃいけない。まあ、そういうことにはなるよね。職質の可能性もあるよ。それ取りたいね、隠れて。でも、違法ではないから。そうなの。今日の私服です。チアだなって。許可があって。心配なかもしれない。ダメなんですか？毛が結構、埋まっちゃうんじゃない？それぐらいかな。埋まっちゃうんじゃない？すごい差し上げそう。そう。似合うね。え、なんかさ、アニメキャラクターにそう。これで、まさのこの顔のこの耳のこのセットで VTuber やったほうがいい。この VTuber。しかもちゃんとこう開くんだ。横。耳が。ちゃんと立てるよね。うん。これで耳大きくなったから聞こえやすいんじゃない、うん、すごい。すんごい聞こえるよ。テンポ。はい。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとチアやりますので。はい。ありがとうございます。何や。しっかりやろう。はい。ね。しっかりやってやろう。はい。はい。じゃあこの動画のグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。